ミカとイコの幸せ未来計画。はい、今日はイコさんクリスマスです。はい、すごい、もうなんか、ね、かわいいサンタさんになられてミカさん。いや、二人のサンタさんがお送りします。はい、はい、じゃあ自己紹介からね。はい、はい、私は一級建築士の占い師、はい、占い講座講師、ふうみ PDH アカデミーのミカです。はい。はい。じゃあ、スピーチャルサロン、ルアナの店の、イコです。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、この番組はね、はい、ゲストをお迎えして教えていただいたスキルの実践、検証をしていく。イエーイ。私たちとゲストの方と視聴者の方たちのご縁を広げていく。イエーイ。じゃあ3つ目は、はい、私たちの気づきやメッセージをシェアしていく。わー、こんな番組です。はい、今回は、うん、何回目というと、今日は14回目。あ、すごい。すごいですね。はい。前回はね。はい。姫子さん。はい、姫子さん。ね。うん。レプリアンカードと瞑想を。はい。来ていただきました。瞑想ね、すごく誘導が上手でね。はい。声がね。スーッと入れる。感じでした。ね。カードもね。素敵なカード。うん、できましたね。またテンション上がりましたね。ね、テンション上がりました。ありがたいです。ね、うん、またね、瞑想会とかも皆さんね、行っていただけたらいいかなと思います。はい、ね、うん、楽しいと思います。はい。はい、今日はね、はい、うん、そうだ、看護師さんで、うん、家族のコミュニケーションサポーターの、はい、まさかね、マリさんがゲストです。はい、はい、うん、だんだん広がってますよ、愛媛県から、ね、はい、愛媛県から、わあ、嬉しいですね、ありがたいですね、うん、はい、じゃあ呼んでみましょうか。はい、じゃあせーの、マリーさん、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか、イコさん、今なんか通らなかった？はい、通りましたね、何かね、赤い服着たものが。今日クリスマスだからね。はい。ね、サンタさんかもしれないね、忙しくしてるんだよ。うん、ね、ね、みんな今日サンタの格好で。ね、ありますね、マリさんの後ろにはね。うん、ね、じゃあ改めまして、まさかね、マリさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ改めまして、まさかね、マリさん、自己紹介をお願いします。はい、今日はお呼びいただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。愛媛県松山市に住んでいます、まさかねまりです。看護師をしながら、二人の子育てをしていて、あと、家族のコミュニケーションサポーターとして、セッションをしたり、鑑定とか、講座などを開講したりしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、なんか看護師さんされて、でも他のこともされてるということを伺ったんですけど、マリさん、お仕事についてちょっとまた詳しく教えてもらってもいいですか？はい、今は高齢者施設の方で、パート看護師として働きながら、家族のコミュニケーションサポーターとして、夫婦関係に悩んでる方とか、あとお子さん、の関わり方とかだったり、コミュニケーションについて、なんか悩んでるお母さんに対して、セッション、鑑定をしたり、あと講座を受講したりするんですけど、具体的に言ったら、アストロカードっていう占いのカードがあるんですけど、その占いのカードを使って鑑定したり、あと名前から、特性だったり、才能を読み解くものだったり、と生年月日を用いた統計学を使って鑑定もしています。で、あとはパラ心理学の方の講座を
を開講しています。来年1月からは、ママ向けとかキッズ向けに、気軽に来れるようなイベントも、開催したり、あとカラーセッションのイベントも開催していく予定です。すごい、なんかね。ね、看護師さんというお仕事をされながら、それだけたくさんの資格を取られて、ね、あることをね、されてて、すごい。ね、まあ、ね、そうそう。ね、お仕事も、しながらですよね。それで今は副業として、サポーターとしてセラピーしたり、セッションしたり、イベントも、ね、出られたり、で、それをやろうと思ったきっかけっていうのは何かあるんですか？やろうと思ったきっかけ、一番の最初のきっかけが、約11年前に結婚後すぐに妊娠したんですよ。妊娠したけど、妊娠7ヶ月の時に、死産が発覚して、で、死産の後に、占いに行ったんですよね。占いに行った時に、占い師さんに言われた一言で、すごく自分の気持ちが軽くなったんですよ。めっちゃなんか、死産に対してすごい自分をね、責めて言ってたんだけど、もうなんかその占い師さんの言ったことによって、自分の気持ちが軽くなったし、前向きになれたっていうのがあって、ちなみに どんなことを言われたんですか？まあ、大きく言うと、なんかそういう運気だった、サイクルだったんだよって、そうだからもうこれはやっぱしょうがないじゃないけど、そういうことってあるんだよっていうのを、分かったっていう、避けれなかった部分もあるのかなっていうね、もう自分の中で腑に落とした。ついね、やっぱり自分のことを責めたりとかありますよね。ちょうど看護師として、普通に夜勤とかもしながら働いてた時って、私もね、守れたんだよな、一人。守れたんじゃなかったかなとかね、なんかいろいろすごい感じるんですよね。だからそこは。そこで占いってすごいなって思って、ちょっと自分もなんか勉強してみようかなって思って、独学で勉強したり、やっぱ独学って結構限界があったんで、先生について、学んだっていうのが、占いは最初が、それが初めて。で、あと、その後2年ぐらいして、不妊治療とかもしながら、で、子供がね、やっとできた。できたんだけど、やっぱり最初の子育てってすごい悩んだり、初めが、軽度の発達障害、グレーゾーンの子ね、で、そこで、なかなかね、言葉が喋れない子だったんですよ。出ない子だったんで。じゃあ、この子何を考えてるんだろうなっていうのがすごく気になったっていうか、どうやって関わっていったり、子育てしていったらいいんだろうと思った時に、色と心って結びついてるなっていうのを、きっかけで、カラー心理、を始めたのが、本当にそれがもう、この2つが一番のきっかけ。なるほどね。ね、色だったら子供でも選べますもんね。この色が好きとか、この服着たいとかね。心理を表しますもんね。すごいですね。でもこうやっていろんなことを勉強しながら、仕事もしながら、子育てをしながら、大変じゃなかったですか？やっぱり一番はなんか時間がね、すごく限られてる。家事もして、子育てもあって、でも仕事もあって、休みも都合つけなきゃいけないと。やっぱ時間のね、なんかそのね、一番ネックだったなと思うんです。やっぱり、なんかそこをどうにかできたっていうのが、やっぱ旦那さん、旦那の能力。自分の母親にも、
ちょっと子供見といてって言って、うん、見てくれるっていう協力もあったし、うん、あと子供なんかも、もう今ね、小学生なんで、もう言ったら理解もできるし、うん、まあ、なんか私も子供のことで悩んで、学んだりするので、子供にすぐやるんですよ。すぐやったり、カラーとかね。はいはい。とか、いろんな話とかをすごいするんですよ、子供と。すごい、ね、そう、そこで子供も、あ、お母さんこんなんね、なんか学んでるんだ、みたいな。うん。とか、かったり、お母さん今日仕事、みたいな、今日勉強の日とかって、そういう会話を普通に。ちゃんと話をしていかな、いくってことですね。じゃあ、お勉強してる時も、お子さんたちも理解してくれて、あ、ママ今勉強なんだ、とか。そう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 、そう。やっぱり頑張ってねって、頑張ってねとかって言うんで、やっぱそれは家族とのコミュニケーションがうまく取れてるからできることですよね。そうですよね。私もそれは感じて、ついね、やっぱり旦那さんに頼むの悪いかなとか、子供にこう我慢してねっていうのは申し訳ないかなって思ったりね、言ってみると意外にできたりするかもしれないですもんね。やっぱり自分の気持ちが固まってると、なんか皆さんも協力してくれるようになったんですよね、すごく。やったらいいよって。なるほど。自分の気持ち次第だったりもするのかなって。なるほど。じゃあ、そういうところから家族のコミュニケーションっていうのをサポートできたらっていうことなんですね。言葉は大事ですもんね。すごい。で、カラー色で読み取るのもね。じゃあ、今日ね、そろそろ。そうですね。あの、おねだりタイムです。あの、皆さんにね、ゲストの皆様にお願いしてるんですけども、視聴者の皆さんと何か体験できることさせていただけませんか？はい。じゃあ、今日は、あの、カラーコミュニケーションっていう講座があるんですけど、はい、その中に4つのタイプ、心の色っていうのがあって、あの、その本当は80の質問に答えて、今の状態とかタイプがわかるんですけど、今日は、あの、取り入れやすく気になった色、4つの色から気になった色、選んでもらって、自分のタイプだったり、旦那さん、まあ、これからね、なんか多分、なるんで、そう、ね、あのね、年末年始、家族でいること多いですからね。ですね。もう、スムーズに仲良くやりたいし。はい。じゃあ、何か準備するものとかはありますか？はい。画面共有してもいいですか？はい。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。はい。では視聴者の皆様も一緒にやってみましょう。はい、はい。そしたら、今日はレッドとイエロー、ピンク、ブルー、その4つから一番気になる色を選んでください。で、あとお子さんがいるんだったらお子さんにも選んでもらったら、いいと思います。これは今気になったものを選べばいいんですね。好きな色とか。じゃなくて、もう気になる色、はい、今のタイプを表すので、はい、わかりました。はい、私選びました。私も選びました。ました。はい、じゃあそしたらちょっと説明に行くので、一回、はい、あの共有停止しますね。はい、はい、はい、じゃあ最初からレッドを選んだからいいですね。ちょっと、はい、お子さんにも分かりやすいように。ちなみに、なんか選んだ色とか私たち言った方がいいですか？さっき言いますかね。はい。言った方が面白いかもしれないですよね。はい。私はピンク選びました。うん、一緒です。一緒。あ、一緒？はい。皆さんね、何色を選んだのか、ちょっとね、初めに言っといた方がいいかもしれないですね。家族でね。あれだこれだって後から変えちゃうかもしれない。聞いたら違ってくるかもしれない。ね、聞く前に一応何色だったよっていうのを言って、じゃあこれから答え合わせをね。はい、しましょうか。
はい。ね、いいですか？心の準備いいでしょうか？いいです。はい。じゃあ、お子さんにも分かりやすいように絵を見せながら説明したいと思います。はい。まあ、レッド。これレッド。レッドタイプのお子さん、レッドタイプの方なんですけど、自分の考えがしっかりあって、行動力もあって、リーダータイプ、一番っていうのがすごい好きな方が多いです。もう、いるだけで存在感があったり、華やかになったりとか、そういった方が多いですね。で、レッドを選んだ旦那さんに対しては、もう、褒めるっていうのが、すごい。褒めるね。レッドの旦ね、褒める。持ち上げる。すごい、さすがとか、褒める。もう、褒めてあげてください、どんどん。なるほど。あと、子供、お子さん、レッドを選んだお子さんは、体を動かすのが好きだったり、もう、運動が得意な子、遊ぶとかが、好きな子が、好きな子がいたり、なんか、グループで遊んでて、なんか、自然と遊びを仕切ってるな、みたいな。ああ。レッドタイプの。なるほど。そういったレッドタイプのお子さんの関わり方っていうか、まあ、これからね、冬休みなんで、冬休みの時代も出ると思うんですけど、そういった子には、もうレッドって短期集中型なんですよ。なんで、競争させる。なんか、15分間ってどれだけできるかなみたいな。なるほど。宿題とかね。そうそう。もう、よーい、どんっていう掛け声。なるほど。で、始めるみたいな。そういった。よーい、どんか。わかる気がする。ですね。それがレッドタイプの方ですね。はい。で、次、イエロー。イエロータイプの方。イエロータイプの方は、かわいい。自由人でマイペースな方が多いですね。で、楽しいこととかがすごい好きで、自信が旺盛な方ですね。なんかいつもなんかワクワクとか、楽しいこと探してるような、こう、人ですね。なんか未来の話をするのが好きっていう方もイエロータイプなんですよ。なるほど。で、そういうイエローを選んだ旦那さんに対しては、話すのがすごい好きだと思うんですよ、イエローの。なんで、もう話し出したら、もうなんか面白いみたいな、楽しいみたいな、もう盛り上げる、その話。あれ、なんかそれ話終わらないパターンですね。そうそうそう、もうどんどん喋らせてあげる、もう。なるほど。え、それでそれでみたいな。それでどうなったのみたいな。そう。どんどんそうやってやってあげるといいと思います。なるほど。で、イエロータイプのお子さんは、もうおしゃべりがすごい大好きだったり、誰とでもすぐ仲良くなれる子、とかが多いんですよね。そういった、イエローのお子さんに関しては、興味があること、いろんなことに興味があるんだけど、何に、一番集中してるか、楽しいかっていうのを観察して、まあ、見てあげるのが大事で、まあ、宿題なんかだったら、先に、好きな教科を先やって、ちょっと苦手な教科をやるみたいな。なるほど。やらせてあげたらいいと思います。っていうのが、いいですね。はい。なるほど。好きな教科からね。そう。やってみよう。何が好きみたいな。そう。何から取り組みやすいみたいな。楽しいみたいな感じで。でも嫌いなものずっとね、置いとりそうですけどね。だからもうちょっとこう、最後にちょっと入れるみたいな。はい。気分が乗ってきたときに、後に、ちょっとそれもやっとこうか、いう。なるほど。気分が乗ってからね。乗ってた。なるほど。書いてます。気分を乗せるっていうことね。そう。やっぱワクワクとか、すごいいろんな、ね、アンテナ張ってる子なんで。なるほど。はい。はい。ミカさんとイコさんが選んだピンク。ピンク。ピンクですよ。ピンクを選んだ方。
で、選んだ方っていうのは、やっぱり一言で言うと、優しい人なんですよね。うん。穏やかで、協調性があったり、もう一応、レッドさんは、どちらかというとリーダータイプだったんですけど、ピンクさんは、サポートタイプ、配りができる人で、みんなに優しい人、が多いです。で、こういうピンクを選んだ旦那さん、にとっては、何かやってもらったら、もうすぐ、ありがとう、助かったっていうのを、もう、裏目に言う。ありがとうね。そう。ありがとう。うん、ありがとうって、何回も言うみたいな。ありがとう、助かるそう、うん。そして、ピンクを選んだお子さんっていうのは、のんびりマイペースな方っていうのが多いんですよね。なんか好きな遊びを繰り返して遊ぶような、方だったりが多いんですよね。で、そのピンクタイプのお子さんの関わり方っていうのは、やっぱマイペースな方なん、マイペースな子なんで、その本人のペース、お子さんのペースを大切にしてあげる。っていうのと、あと、一緒にっていうのがすごい好きなんですよ。で、宿題なんかも、なんかリビング学習とかあるじゃないですか。リビング学習の方が、どちらかと、個室でやるような。リビング学習でしたり、なんか、近くにいるから何でもわからないことあったら聞いてね、すぐ聞いてね、みたいに声かけ。なるほど。リビング学習ね。まあ、冬休みだったら、一緒にっていうのがいいので、お手伝いご飯にするとか、そういうね、一緒に何かしてあげるっていうのを、何かするっていうのを、そういう機会を増やしてあげるといいと思います。なるほど。じゃあ、ね、一緒に、イコさん、なんかやりましょう。これやってますけど。やってますけど、ちょうどよかったですね。ね。お互いにね、はい、そうですね、一緒にやるのがいいみたいなんで、よろしくお願いしますからね。はい、じゃあ最後ね、最後ブルータイプ、はい、ブルータイプの方、ブルータイプの方はやっぱり一言で言ったら真面目な方なんですよね。現実になんか物事を考えて冷静に判断できる人だったり、まあ、コツコツ努力できる人っていうのが多いです。でブルータイプの、選んだ旦那さんに対しては、やっぱ頼りにしてるよっていうのを見せてあげる。旦那さんに意見を任せるというか、で頼りにしてるみたいな、やっぱり任せてよかったとか言って。よかった。頼りになります。でね。そう言ってあげるといいと思います。ブルータイプの、ブルーを選んだお子さんは、なんか子供だけどなんかちょっとしっかりしてたり、大人びてるなみたいな、お利口さんタイプなんですよね。なんか本を読んだりするのが好きとか、本当におとなしい子っていうのが多いんですよね。そういったブルーを選んだお子さんに関しては、なかなかね、イエローだったら自分からどんどん喋るタイプなんです。ブルータイプはなかなかね、自分からこう、ああだったこうだったみたいに言わないんですよ。だけど、なんか言ってきたときに、冗談で返さずに、ああ、なんか寄り添ってあげる。ああ、辛かったねとか、ああ、そうだったんだよね、みたいな、寄り添ってあげるっていうのが、だったり、あとやっぱコツコツできるので、今回なんかも計画を一緒に立ててあげる。の通りね、進ませてあげるっていうのを見てると思います。なるほど。じゃあこれからね、冬休みにもなりますし、年末年始家族でね、過ごすこと多いので、これ何色、ね、気になるって聞いて、ちょっとそのタイプをね、ちょっと研究して、レッドだったら、競争一緒にやってみよう。あ、どっちが早いできる、何分でできるみたいな。そっか。ね、家族でみんなで選んでみたいですよね。本当、なんか性格が分かります。分かりますね。なんか、あ、もうこれ、初期これだな、とかいうイメージで。ね。ちょっと、旦那さんだったら何色選びそうですか？
あ、マリちゃんの旦那さんだったら何色？うちの旦那はなんか私から見たらピンクタイプなんですよ。優しい、ね、あ、もう優しいタイプなんで、うん、あ、もう追ってくれると助かるわみたいな。あ、いいですね、サポートしてくれる。うん、なるほど、声かけ大事ですね。うん、コミュニケーション大事ですね。それぞれに合わせたコミュニケーションを取るってことも必要なんですね。イコさんは旦那さん何色選びそうですか？青ですね。あ、なんかそう思いました。そうしたでしょ。そう思いました。私も頼りにしてるって言わないけどだなと思って。ね、うち息子たちのことも考えて、うん、あ、レッドとブルーだなって思いました。ああ、なるほどね。競争本当に、うん、あ、でもちょっとピンクっぽいところもあるかなとも思ったんだけど、でもレッドかな、競争しようとか言うと用意ドンとか、うん、あ、好きなんだ。好きですね、うん、もう一人はコツコツマイペースにほっといてくれってやってる青タイプです。なるほど。自分がやっていくという努力をしていくっていう、うん。これだけでもなんか4種類だけでもよくわかりますね。そうなんですよ。私少ないの、うん、少ないし、カラー色だからちっちゃい子も選べれるし。そうですよね。すぐ実践できそうな感じがするんですよね。4つの色から、うんうん。で、なんとなくこう、この子この色かなとかって。はいはいはい。するので。うんうん、うん、なんかすぐ生活に結びつきやすい、うん、ぜひ試してもらったら、はい、ありがとうございました。これはいいですね。成長とともに変わってきてますね。でも変わる子もいますね。変わりますね、うん、変わりますね、うん、面白いですね、うん、ありがとうございます。ございます。最後に、はい、マリさんの未来計画について。はい、私の一番のテーマが、あの、家庭は一番小さな社会っていうのをテーマとして、思っているので、うん、あの、やっぱり、あの、家庭円満で、うん、もう、どちらかというと、お母さん、ママが、もう、笑顔で、楽しく、前向きに、うん、過ごしていけるっていうのをサポートしていきたいなっていう思いと、うんうん、あと、やっぱり、グレーゾーンの子を、私自身も育てて、やっぱ悩んだりもしてるので、うん、こういったお母さん、こういった子を持つお母さんとか、うん、こういった子の、あと精神面のサポートとか、うん、コミュニティを作ったりとか、うん、そういうことをできたらいいなって思います。うん、いいですね。素敵なね、思いですよね。実際にね、そのグレーゾーンのお子様を育ててるからこそ、わかることってありますしね。うん、大きくなったら落ち着くよって言われちゃいますからね。でも、うん、ね、そのグレーゾーンの子も普通の子も多分一生同じ声かけをしたら分かりやすいと思うんですよね、うんうん、そういうところをね、教えていただけると本当に心強いと思います。一人、うんうん、だけだと不安になっててもね、マリさんみたいな方とお話ができたら、うん、気持ちが前向きに持っていきますもんね、うん。でね、なんかお話聞くだけじゃなくて、こうやってセラピーもしていただけたりするんですか？そうです、そうです。うん。だって、あの、誕生日だって、名前からもね、分かったりもするので、うん、あと、まあ、カード使ったりも判定もしますので、うん。はい、じゃあね。魔法のコツのトレーナーとかもね、されてる魔法の、え？スイッチ。スイッチ。そうなんです。スイッチとかね、いろんなこともされてるから、ね、なんか自分の子どこがスイッチなのかわからなかったりね。意外とね、自分の強みってなんかわかんなかったりすると思うんですよね。しますね。そう、だからこういうなんか生年月日からわかる強みとかあったら再認識できる部分もあると思うんですよね。うん、ね、ありますよね。ね、うん、なんかね、横向けてた気がしますもん。こういうこと知らなかったら。あっち向きたい、こう、ぐいっとこっちにね。そう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 。これはこうでしょみたいなね。そう。自分のやり方でやっていくというかね。うん、でも、あっち、ね、やり方が見えてくるところってありますね。まあね、今までの日本の教育自体がね、もう前を向いて先生の言うことを聞くみたいなね。でもね、で、無駄な力を入れてた親としてもね。でもなんか、
って楽しく子育てができそうな、うん、そんなイメージがね、うん、マリさんとお話聞かしてもらって、ね、楽しかったですね。もう笑顔がすごく素敵だし、本当素敵、ね、なんか元気いただきました。ありがとうございます。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ねえ、マリさん、ありがとうございました。とても楽しかったです。ね、そう、ね、いろいろと。ね、4つの色を選ぶだけでね。4色が。ね。だけでも、これだけわかるってすごいですね。ね、赤の方はね、褒めるといいですよ。赤選んだ。旦那さんを褒めて。あと、お子さんだとね、体を動かすとかね。そうですね。競争心があるのがあるから、ちょっと用意ドンとかでやると宿題も何分でできるみたいな、うん、すごいですね。本当にそうですよね、なんかわかる気がします。浮かぶもん、あ、こんな子いるなって、黄色でまたね、いろいろと黄色はね、あの気分を乗せて好きな教科からやるとかね、楽しい未来の話をしたりとかね。そうだね、ワクワクとさせる、ね、服は私たち、そう、ありがとうそのことをこまめに使 う, うん、そう、一緒にやろうって言うと ね, そうだね、寄り添ってもらったらいい感じです、ね、いいです。ブルーはね、コツコツタイプなので頼りにしてる、本当にそう、頼りになります。いつもありがとう、ありがとうって感じで ね, ね、こう計画を一緒に立ててね、やっていくといいそうです。はい、すごく勉強になりました。本当になりました。またね、笑顔も素敵で、すごくね、これからどんどん活躍していかれそうですね。あの、貼ってるらしいので、ブログ、そう、ブログのリンクを入れておきますので、ぜひアクセスしてください。はい、衣装もされてますしね、ね、いろんなことされてますから。はい、はい、じゃあ次回は今年度はね、今年はこれで最後になります。来年は1月8日はい、ライブで私たち、はい、ミカとイコが本当今年1年ね、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に、ね、お世話になりました。来年のライブ緊張しますけどね、はい、抱負でも語りましょうかね、来年 ね, ね、抱負とか、まあ、なんか感じたことを伝えて、ね、そうしましょう。はい、はい、じゃあ皆さんがハッピーデイズでありますように。あ、これで良いお年をですね。そうですね、この後に良いお年を、良いお年を、良いお年を。じゃあ応援隊のミカとイコでした。ありがとうございました。皆さん良いお年を、良いお年をお迎えください。ハッピーなね、ハッピーなね。